こんにちは。連勝中で勢いに乗る千葉相手に負けてしまいましたね。ファイナルサードでの攻撃の精度を高めれば全然勝つチャンスはあっただけに、まあ、私としては、まあ、ショックですね。まあ、試合を見た第一の感想が、現地で大声出してたサポーターすごいなと思いました。それが一番最初の感想でした。選手たち悔しいですか？淡々とプレーしているように見えてしまいますが、まあ、本当にプロ選手として心から悔しいって思えなくなったら、まあ、選手としての成長は止まるし、まあ、そこで終わりなのかなと思います。他のチームでもっとやれるっていう思ってる選手とかは、まあ、今いるチームでも結果出せないとそんなにうまく世の中すいませんよってことは分かってもらいたいです。それでは本日の採点こちらです。まあ、どこかみんな他人任せだったり、もっと自分がやってやるっていうプレーが少なかったのは残念です。まあパスも態度もそうですね。俺がやってやるっていう選手もっと出てきてほしいです。まあ、中島は今回良かったですね。毎試合あれぐらいのガッツと技術でやってくれたら本当に頼もしいですが、まあ、先ほども言いましたが、ファイナルサードでの苦しが本当に単調で、今日初めて、まあ、ペアを組んだのかっていうレベルの本当に連携のなさ、能力的には悪くない選手が前線に揃ってたりもったいないですね。まあ、3失点目の、まあ、小出の、まあ、適当なスローイン、姿の不用意なミス、本当にそこはありえないですよ。福森も今回ザラでしたね。林はちょっと淡々としすぎですかね。失点シーンも本来味方を鼓舞する選手なのですから、もっとそこはドヤしてでも危機感をチームメイトに伝えた方がいいと思います。まあ、あと単純に試合見てて、まあ、仙台の選手、まあ、昇格狙う上で厳しいなっていう思う選手ばかりでしたね。特にディフェンスライン、これで来季戦うのはきついなと思って見てました。まあ、モチベーション的にも能力的にもそうですね、まあ、仙台に合わないのかなと。まあ、監督も本当に交代ブーストもないですし、まあ、とても淡々としていて、まあ、チームを勝たせる機会はあまり感じません。ジョージはもっと見たいと思いましたね。まあ、次、中2日の熊本相手ということで、まあ、久しぶりの J
地上波中継もあって、ライト層もたくさん見ているので、本当にお互いの実力抜きにして、絶対に勝たないといけない相手ですよ。文字通り死ぬ気でやって、勝ち点3を取って、まずは残留を決めてもらいたいと思います。次の6ポイントマッチ、絶対勝ちましょう。それでは引き続き、頑張ってください。よろしくお願いします。